海浦には、ハワイ王国の王女。1875年に、カラカウア王の妹であるリケリケ王女を母に、スコットランド人、アーチボルド・クレグ・ホーンを父として生まれ、生後すぐに、カラカウア家へ、王女に出される。早くから、王家の次世代後継者と目されて、国民的人気も高かった。1889年から、カラカウア王の指示で、イギリスに留学。 留学中にカラカウアは死去し、おばのリリーフをからにから、大継承権、第一位を指名される。1893年に、クーデターが起こって、ハワイ王国が滅亡すると、英国留学中だったカイウラニは渡米して、クーデターの不当性を訴え、グローバー、クリーブランド米大統領との面談に成功し、徹底調査する約束を取り付ける。着物を着たカイウラニ。女王。 リリュウオカラニの命で大い継承者であったが、ハワイ併合の翌年に死去した1897年11月、カイウラニは8年ぶりにハワイに帰国。1899年、炎症性リュウマチにより23歳で死去。カイウラニの描いた油絵1881年に、ハワイ王国のカラガウア国王は、来日して赤坂立宮で明治天皇と会談した際、 いくつかの提案をした。その一つが、明の貝浦に王女と、山品の宮定丸王との演談である。この演談によって、ハワイ王室と日本の皇室との結びつきを強くして、ハワイ王国の存続を考えていたとされる。しかし、明治天皇は、国力増強に努めている、明治新政府にはそこまでの余力はないとして、断っている。ABCDE ハワイスタイルナ、no. ンバーワンレ171ページ、エイ出版社、2007年6月、石で緑、石で豊富都市、これならわかるハワイの歴史 Q&A、66ページ、大月書店、2005年9月。ありがとうございます。